皆さんこんにちは、ペソでございます。探偵神宮寺三郎夢の終わりにですね、前回から永田美希ちゃんのね、パートをやっております。2回目ですね。通算としては3回目かな。はい、ではやっていきたいと思います。4月19日ということになります。一応ね、ここからご覧になれという方のためにも経緯をちょっと辿ってみたいと思います。お姉ちゃんがいなくなってどうしていいかわからなくなった。でもただ手をこまねいて、お姉ちゃんはどうしているのかななんて待っているのが嫌だったと。で、私自身の手でね、探し出したいと思って神宮寺さんのとこに行って、大学でね、PCD という言葉についての書物を探したということですね。で、まだ今のところは進展がないのですけどもね、でも絶対にお姉ちゃんを探し出してみせるという意気込みでスタートです。書き置きね、あと私に寿司をおごることっていう風に書いてますね。まあ一人だからね、不安を覚えちゃうんですよね、どうしてもね。はい、ということで移動が出てきますので外へ出ます。から、神宮寺探偵事務所前まで行けるので、まあここからですよね。はい、こんにちはということですね。まず陽子さんと話さなければいけませんね。あのね、美希ちゃんと今日は先生が大学の方へ聞き込みに行ってるのと、今日は他に動きもないから今日は私留守番ってことになっちゃったのよと、せっかく来てもらったのに申し訳ないけれど今日はほとんどやることがなくてと、何かしたいからってわざわざ来てくれるのにここでやることもないなんてひどい話だけれども、でも調査って得てしてこういうこともあるのよと。で、お家に帰っても構わないけれどということなんですね。そうか、今日はすることがないのかとね。それじゃあうちにいるのと同じでもないなと。これからまた一人で家に帰って一人でもっとするのはもう嫌だとね。することはなくても今日一日ここにいさせてもらえないかなということなんですけどね。それでも私今日ここにいてもいいかなと。私ここにいられればそれでいいのとね。同じ何もできない状況でも人と一緒にいるのと一人でいるのとでは大違いだもんと。一人でいるとつまらないこといろいろ考えちゃうからということですね。ということでね、ちょっとお散歩がてらに外に出るみたいな感じになるわけなんですよね。はい、ということで、外へ出ます。今日は何か目的があるわけじゃないし、昨日もままにブラブラするのがいいわねとね。買い物ね、じゃあ足の向くまま行きましょうかということで、
なんですね。みきちゃんまだこっちへ出てきてね、2ヶ月ぐらいなんですね。大学入試を口実にお姉ちゃんとかに泊まり込むって形でっていうことですね。で、お姉さんは科学だけど、みきちゃんは大学で何の勉強がしたいのと、私はね、理数系は全くダメだけど英語が好きなのとね、大学へ行ったら英語とかスペイン語とか語学をやりたいということですね。で、これね、話を進まないので、ここの自宅の方へ向かうことになります。はい、ということでこれを出して、でも本当に寝ちゃうと困るからって言ってますね。はい、でもうこれでフラグが立ってるので、外へ出ます。はい、移動的には西口しかないので、西口へ向かいます。で、まあ、ここから本当のブラブラ散歩になっちゃうんですけど、行くとこは1個だけで大丈夫です。駒劇場前です。はい、で西口へ行って事務所へ。本当にね、これを知ってなければブラブラ、はい、めちゃくちゃブラブラしないといけなくなっちゃうんですよね。はい、中に入ります。もう夜になっちゃうんですけどね。はい、ということで、ラジオが、あ、これですね。テレビがないんですね。で、キックがあるのでラジオを聞きます。次はマイクに関するニュースです。本日、新種のマイクが発見されたと警視庁の発表がありましたと。マイクの密売容疑で拘留されていた男性が本日未明突然死亡するという事件があり、当局では死因を調べていましたと。死亡した男性は今まで発見されていなかった薬物の中毒患者であり、死因はその薬物の禁断症状であると判明。警視庁はこの新種のマイクを構造上の特徴から PCD と呼称すると発表しましたと。ね、そのニュースの内容は完全に私の頭の容量を超えていたと。お姉ちゃんがメモっていた PCD ってこのマイクのことだったのかと。どうして今日発表された言葉を書き残すことができたのと。どうしてどうしてなんでとね、頭の中でいっぱいだ、思考がストップ してしまったようだということですね。で、時間が経ってくると神宮寺さんが入ってきます。私が口を開くより一瞬早く神宮寺さんが言い出したミキニュースを聞いたかと。そうだそうか、だったら話は早い。俺もそのニュースを聞いた後クマさんに確認の電話をしたんだ。その話からすると、俺たちが調査している PCD との関連が高いと判断できる。で、どうかですよね。で、検討をするということです。で、考えましたね。はい、神宮寺さん固まっちゃったと。
真剣に考え始めると周りのことが見えなくなるのと、考えがまとまるまでしばらく待ちましょうと。あ、終わりましたね。あ、大まかだが PCD に関してと、俺たちがやるべき最善と思われる策が分かったと。今からそれを話そうと。まず俺がユカの部屋で見つけた PCD のメモ、あれがユカの失踪に関わっていると考えたのはミキに話を聞いてからだったね。お姉ちゃんが怖い顔をしてメモを見つめてたって言ったあれですねと。そしてメモに記された PCD の文字に文字を科学に関する言葉だと推測した。それはユカが科学科の研究室に通っているからですよねと。だが昨日京都の調査でその推測は間違っている可能性が高くなってきたと。図書館での調査、大森助教授や三好といった科学のプロの意見、それら全てが俺の推測に対し否定的だったと。そうですね、ニュースで PCD と言ってましたね。そうだ、 PCD とは全く新種の麻薬だったんだ。今まで存在しなかったものなら大森助教授や三好が知らないのも無理はないと。で、なんで知ってたかっていう話になってきますよね。現時点でははっきりしたことは言えんが、ユカの失踪にその麻薬が関わっている可能性は高いと言えるだろうとね。クマさんの話だと明日には三好に話を聞けるそうだと。俺は朝一番で夜場所に行ってくると。で、連れてってくださいって言うけど断れるんですよね。麻薬に関すると分かった以上深入りするのは危険だと。以前言ったように犯人の目的が分からない以上、ユカの妹である君は安全な場所に行ってもらうと。約束した後は危険なことは絶対しないと。川島がね、お姉ちゃんを誘拐したんじゃないかって言ってるんですけど、麻薬に関連するというだけでそう断言はできないが、川島ならユカと麻薬の2つのキーワードに一致するな。今日は会えなかったが、引き続き川島の方も調査を進めてみようということですね。で、殺されてるんじゃないかって心配するんですけどね、悪い方向に考えるんじゃないと。大丈夫よと、先生の言う通りにしていれば必ず事件は解決するわと。いつも鋭い目が一層鋭さを増してなんだか怖いようだ。普段はポーカーフェイスな神宮寺さんだけど、これは私にも分かったと。この事件絶対解決してやる、その決意の表れだと思うということですね。で、帰りなさいと言われるんですけどね。それと陽子くん少し遠回りになるが、みきちゃんを家まで送ってやってくれないかと。呼び捨てじゃないんですよね、ここ一人で帰れるっていうのはダメだと。で、それから私は陽子さんと事務所を後にしたと。神宮寺さんのあの厳しい態度、私のことを十分心配してくれているということが分かったということですね。でもそう心配するほどこの事件には危険が潜んでいるのだ。私にはそう感じることができたと。はい、もうちょっといけそうなんで、そのままね、セーブだけしてちょっと進めたいと思います。と言ってもね、多分前回ほど時間はそんなかかんないんじゃないかなと。はい。で、続きですね。お姉ちゃんがいなくなってもう4日が過ぎたと。それなのに何の連絡も手がかりもないと。変わらない不安とやり場のない苛立ちで私は精神的に追い詰められていたと。はい。で、ここでね、姉の部屋があるんで、
壁の傷がね、そういえばこの前頭に来て借りてた本投げつけたっけとね。はい、ということでね、今に移動します。はい、電話取ります。電話すごいとこ置いてあったね、台所の上。あ、熊の警部ね。お姉さんが発見されましたと。お姉ちゃんが見つかったとね、よかったよかった。お姉ちゃんが帰ってくるとね、この家のお姉ちゃんが帰ってくるんだとね。今病院に、病院でこの曲が急に終わるんですよね。渋谷の西山総合病院ですとね。で、なぜ病院なのかということなんですけど、はい、ということで、電話する。はい、うん、今警察から、ね、電話があって、お姉ちゃんが見つかったってね。で、西山病院というところのね、場所を教えて、はい、で、これで移動しましょう。あ、熊さんですね。そうだ、以前家に来た刑事さん。で、見ます。言いづらそうな顔をしているのということですね。わかった。ただだが君には辛い話だと。詳しいことはまだ調査中だが、君の姉さんは無理心中を図ったらしいと。一応生きているよということは言ってくれるんですけどね、安心して思わずその場に座り込みそうになってしまったと。だが君のお姉さんは中毒症状を起こしていると。マイクだと。何かの間違いじゃないかっていうところなんですけど、進まないんで耳を触ります。野田さんも来ましたね。残念だが事実だとね。しかもそれだけじゃないんだと。君の姉さんが犯されている麻薬は PCD という最近出回り始めた特殊なものなんだ。昨日ラジオで聞いたね、新種の麻薬ということですね。投与を途中でやめても、投与をし続けても、いずれにせよ死が、確実な死が訪れる。ただ助かる方法はある。投与する麻薬の量を少しずつ減らしていくことだと。そうすればやめさせることはできるんだが。やっと発した私の声は絶望に震えていたと。投与を続けられるだけの麻薬がないんだと。現段階では同様のものを作り出すことすらできないと。つまりこの麻薬を作った人間を直接見つけ出すしか方法がないんだと。作った人を見つけてくださいとね、叫んでしまうんですよね。で、何かあったら遠慮なくここに連絡してと名刺をもらうんですね。さあ、お姉さんのところに行ってあげてと。ということで、病室へ行きます。ごめんなさい、すごいね、耳がついてしまってこのピアノの音がね。お姉ちゃんが麻薬中毒なんて嘘だとね。はい、で中に入ります。はい、
ろしていた不安と恐怖が一気に私を襲ったと。この場所がひどく寒いところに感じられたと。それはまるで映画のワンシーンのようにとね。動かないんですよね。これはね、ちょっと見ると話すを繰り返さないといけないんですけどね。誰かいるとね、横さんの声来てくれたんだ、でもっとね。聞いてみきちゃんと、正直言って私もゆかの話を聞いたとき絶望してしまったと。あ、ごめんなさいね、音が。病室に入ってからもずっと、でもそれじゃダメなのと、ゆかはきっと、いえ絶対に生きようとしている、なのに私たちがゆかの意思を無視するようなことを考えてはいけないの、私たちがゆかを支えるのと。はい、で話します。あー、話せないんですね。私を一人残してお姉ちゃんが死ぬわけないもんねと。ね、勝手に思い詰めて泣いたってそんなのって自分の問題だよねと。お姉ちゃんは生きようとしていると。いろいろ支度があるから私は一度事務所に戻るわと。ああ、ご両親来ましたね。どうしてゆかが行方不明だということを黙っていたと。今はそんなこと言ってる時じゃないでしょうと。お母さんも私を責めに来たのと。ああ、出てっちゃいましたね。悪かったと思ってるお父さんにもお母さんにもお姉ちゃんがいなくなったことを黙っててと。でもそんなこと言ったらすぐに帰ってこいって。だからそんな理由で父さんにも母さんにも黙っていたのかと。そんな理由って軽々しく言わないでとね。自分の将来ぐらい自分で決めさせてと。父さんも母さんも分かっていたんだと。お前たちがどこにいようとそれぞれの目的を見つけて一生懸命になることが正しいんだと。でも冷静になれなかった父さんにとっても母さんにとってもお前たちは大切な家族なんだと。お前たちにとってゆかの存在が大切なのと同じようにと。そのことだけは分かってほしいと。ゆかの面倒は父さんたちも見る。いろいろと入院の準備もあるだろうから、後で家に戻って支度して来てくれないかと。頼むぞと。はい、ということでね、出てっちゃうので耳触ります。はい、石塚警部が出てきましたね。この事件を担当している石塚ってもんだ。2、3聞きたいとね。中田育は現在麻薬中毒だ。心当たりはあるわけないじゃないですかとね。本当にと。もう一つ、最近の永田由香の行動で何か不審なところはなかったかと。何か隠し事をしてるとか、ような電話があったとか。ああ、これじゃまるで姉が悪いみたいじゃないですか。そうとは言い切れんがと。ああ、そうじゃないとは言い切れんがと。ほんと失礼よ、おじさんと。ああ、すごいこの横目の顔がね。嫌なやつって言ってるんですよね。頭に来た、出ました、ここで怒鳴ります。出てってとね。いいだろう今日のところは。だがまた来るとね。来んなって言ってるんですね。
自分でも意外だったけど石塚という親父のおかげで、私の中の悲壮感は完全に消し去られたようだったと。陽子さんがなかなか戻ってこないので私は支度をしに一度家に戻ることにしたと。はい、で電話がかかってくるんですね。あ、陽子さんですね。その代わりといっては大ニュースがあるのと、麻薬のブローカーを捕まえたのと。まだ取り調べを受けてないから何とも言えないんだけど、現状では一番必要な手がかりだったからミキちゃんにも報告しておこうと思ってとね。わざわざありがとう、ヨコさんと。はい、電話を切った後で、私は急に嬉しくなったと。みんながお姉ちゃんを助けてくれる、よかった、本当によかった、きっとお姉ちゃんは助かるんだというところで、19日終了です。はい、ではセーブしてね、終わりたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。続きはまたね、次回です。お楽しみにしておいてください。ちょっとね、長めの収録にはなるかもしれないんですけど、まあ日にちのパートによってね、またちょっと変わってきたりとかすると思いますんでね、その辺はご了承いただきたいと思います。それでは、さよなら。